さんこんにちは。今回はコメントの方に面白いご質問いただきましたので、そちらをお答えしたいと思います。内容はと言いますと、アコースティックギターですね、今こっちにかかってるアコースティックギターではクラシックギターと違って、この左手ですね、まず左手がそのシェイクハンドっていうんですかね、グリップフォーム、親指をこう出てるような、こう握り込むような押さえ方、そして右手は小指を表面板につけて、演奏するっていうスタイルが、まあ、普通なんですけども、クラシックギターでそういうスタイルであまり演奏されることがない。でその理由は何かっていうのを、教えてくださいというような、コメントだったんですけども、それにお答えするためにはまず逆に考えましてね、じゃあなんでアコースティックギターはそういうシェイクハンドでグリップフォームで、なおかつ小指を表面板につけるのかっていうのを考えてみたいと思います。でその考えるためにちょっと一曲演奏してみましたので、あんまり上手じゃないですよ、僕あんまりこっちのギター得意じゃないん で、まあ、とりあえずお聴きください。いただいたのはビクトリーラグという曲で、内田時生さんが、アレンジされたものを少し短くして演奏してます。で、まず先ほどの曲を聴いて、普段クラシックギターで弾いてる曲と全然違いますよね。クラシックギターっていうのはヨーロッパの音楽を、祖先として持ってて、でこっちのギターっていうのはアメリカの方の音楽っていうのをよくやるときに使われてきた、まあルーツが違うというかですね。なのでそういうアメリカの音楽を弾くためには、ズンチャズンチャって今ラグタイプみたいな感じの、ね、こういう感じので、こういう音楽を弾くためには右手をミュートしなければならない。ミュートしないとうるさいし、なんか歯切れも悪いですけど、ミュートするとこんな感じでちょっと歯切れが良くなって、そのアメリカの音楽がやりやすいっていうことですね。まあ、別にアメリカの音楽じゃなくてもいいんですけど、そういうそのズンチャズンチャっていう音楽がやりやすい弾き方、これ言いましたけど、トラビスピッキングとかギャロッピングとかいう、やり方なんですけども、そうすると右手ですね、ミュートします。そうするとですね、小指がまあつくんですよね。つけようっていうよりもこっちをミュートしないといけないから、こうつけたらもう表面板、小指は表面板の近くに行ってしまうんで、まあならもうつけちまえみたいな、もしくはもうついてるっていう感じですよね。なので小指、やりたい音楽がズンチャズンチャだから、あ右手ミュートしようってしたら小指がついたっていう感じですね。で左手ですね、左手はもう構えがまず違うっていうのと、ナット幅が違う、まあその辺はまあ当たり前の話ですね。ちょっとクラシックギターよりちょっとっていうかかなりですね狭いので、こう来た時に親指が出やすい。でこのフォームってまあ5弦をこう Bm とかね、こういうのはちょっと対応できませんけど、普通に F とかですね、 F とか
くできない F とか、あとはそのなんて言ったらいいんだろう、まあちょっと F 例えば F メジャー7とか、そういうのを弾くときにすごく親指をうまく使えば楽なんですよね、こうはこう。なのでこのグリップフォーム、シェイクハンドで弾くときっていうのは基本的にずっとこんな感じですよね。で、まあどうしてもそういうときはこうやるみたいな感じなんですけども、こうやる機会があまりない曲が多いっていうのも原因の一つだと思います。こういうスタイルで、まあそういうふうにアレンジされたり作曲されたりするんだろうなと。あとはそのこのフラットピックですね、フラットピックで弾くときって、あ、例えば D っていうコードありますね、こう4弦から5、あ、ごめんなさい、こういう4弦から弾く D っていうコードあるんですけど、これ 6弦から弾くと気持ち悪いですよね。じゃあこうやってストロークしてる時に、あ、 D だから4弦からとかコントロールしてるのかっていうと、そういうわけでなくて、基本的にはだいたいまあ全部の弦弾くような感覚で弾いてるんだけど、 D の時は親指でミュートでなくするってことです。そうすると例えば D、そうですね、 DEmAA の時は5弦がルートなんで6弦ミュートして、っていう風にストロークの時いちいちこうそのコードに応じて振り幅変えなくて済むっていうことですね。こっちの親指でミュートすれば、普通の C コードなんかも5弦からなんですけど、これわざわざ5弦から狙うんじゃなくて、もう6弦はミュートしといて、ね、こういう風に弾きますよね。なので、フィンガースタイルじゃなくてこうフラットピックの時は、その、低音源のミュートに非常に役立つ。押さえるだけじゃなくてミュートするのにも役立つ。なので、まあ、絶対このフォームじゃないとダメですよね。破棄してこうやってストローク系のプレーをしようとしている人がこういう風にやってたら、多分それはもう無理やと思います。ローコードを全滅してしまうんで、ローコードっていっぱい低音源をミュートしないとダメなんで、こうね、フラットピック使う人は、ストロークでフラットピック使う人はもう絶対このフォームでないと成り立たないんですよね。まあなので、まあ、このギターっていうのは基本的にはシェイクハンドが弾きやすい、グリップフォームが弾きやすいっていうことですね。はい、それでは、こちらクラシックギターの方ですね。クラシックギターの方、じゃあさっき言ったようなことをなぜやらないのかっていうと、そういう曲をやらないからっていうことですね。さっき言ったようにズンチャズンチャみたいな曲をクラシックギターの曲で、まあもちろんやってもいいんですけどね、やってもいいんですけど、伝統的に弾いてる曲、まあ例えばまあ何でもいいんですけど、ソルの月光とか、これこう最初こうじゃないですか、 B マイナーですね。これをグリップフォームでやろうとすると、ちょっとじゃあフォームもこっちで消して、こうやった時に5弦押さえられないですよね。人差し指届かないから、なおかつ親指も人差し指届かないんで、まずそもそも押さえられないんですよね。なのでこうやるっていうことですね。クラシックギターにおいて、クラシックギターの曲っていうのは、まずクラシックギターのナット幅が広いっていうのもあるし、グリップフォームで弾くのに適した曲が少ないっていうのもあります。もちろんただ単純にローコードを弾くだけ、 C とか、例えば F、G、C、この辺だけなら、まあ、全然グリップフォームでもいいんですけど、それ以外のそのさっきやった月光とか何でもいいですけど、なんかあるかな。まあ、大聖堂とかでもいいですね。こういうのってグリップホームで弾けないじゃないですか。で、マテキとかでもなんかこうやってグリップホームでとかできないから、そもそもグリップホームに向いてる曲がないっていうことですね。ないことはないけど、
あの伝統的にある曲にはあまりないっていうことですね。ただここで一つ勘違いしてほしくないのは、じゃあめちゃくちゃこう下に親指をですね下側にこう落とした方がいいのかということなんですけど、それは多分違いますね。あの普通にもうなんならちょっと出てても僕はいいと思いますけどね、こうちょっと出ててもいいです。あのコードによっては C とかね、G とかこういうのを弾いてる時ちょっと見えてると思うんですけど全く問題ないです。で、あ、そういただいた質問の一つもう一つあったんですけど、ここの間をこう鉛筆1個分って、これはちょうど鉛筆あったんですけど開けて押さえましょうっていうふうにあの昔先生から習ったっていうコメントがあったんですけど、まあそれもいいと思うんですけど、例えば G なんか僕完璧に今手のひらが当たってます。この辺にこう手のひらが当たっちゃってますね。その方が楽だからあの当たってます。もちろん当たってない時もあのあります。なのでまあ押さえ方次第ですよね。あ、押さえるコード次第っていうか。で、右手ですね、右手、じゃあクラシックギターつけよう。でもつける意味がないですね、ミュートしないから。ミュートするような曲が、まあ、もちろんミュートするような曲があった場合はつけるんですけど、例えば澄み切ったソロとかね、この時つけてますね、僕つけてます。つけてるというかついてます、あの勝手にですね、ミュートしてるから。なので、その、まあ、つける必然性がないっていうか、薬指もよく使いますし、さっき弾いた曲ってあの3フィンガーで弾いてたんですけど、薬指はやっぱりこう小指ついてない方がまあ運動性はいいですよね。やっぱりついてない方がいいと思います。ついてない方が薬指は運動性はいいと思います。ただまあつけててもちゃんと握りこういう風な動きができないとダメとは思いますけどね。つけてると全く小指あの薬指が弾けないっていう人はちょっと弾き方が良くないかなと思います。ただまあつける意味があんまないからそういうことですね。なので、別にグリップクラシックギターでこうねグリップしてもいいし小指つけてもいいんですけど、それはそういう曲がそういう曲をクラシックギターで弾く場合はそれでいいと思います。ただクラシックギターの、伝統的な楽曲、まあ、ソルとか、ジュリアニとかタレガとかですね、そういうのを弾くときって、まあ、そういう技術がいらない、こういう風よりもまあこうかなっていう曲の方が多いし、こういう風に構えるっていうよりもこうかなっていう曲の方が多いから、必然的にクラシックギターではあのこっちのアコースティックギターと違う、まあ、お互いアコースティックなんですけど、まあ、一応アコースティックギターとは、違うように弾いてますよっていうことですね。まあすごく大事な、一番大事なことはやろうとしてることが違うから、そういう双方の違いが生まれてるんだっていうことを、ご理解いただきたいなと思います。僕の考えですけどね、そのテクニック上こっちのが弾きやすいんだ絶対ギターはとか、こっちが絶対ギターは弾きやすいんだっていうことじゃなくって、自分がやってる曲がこっちが弾きやすいっていうのもあればこっちが弾きやすいっていうのもあって、こっちが弾きやすいっていうのもあればこっちが弾きやすいっていうのもある。なのでどちらに優劣があるとかいうことではないと思います。どちらにも、素晴らしいこのメリットがあって、まあ、デメリットももちろんあると思います、はい。ただそれを分けたのはじゃあそういうふうに分かれたのはやろうとしてる曲が違うから分かれてるっていうことですね。はい、というわけでちょっとあのグダグダと話が長くなって容量を得なかったかもしれませんが、僕が考える、そのなぜクラシックギターではこういうふうに押さえたりこういうふうにやったりしないのかっていうのは、逆にアコースティックギターだとなんでそうやってるのかなって考えた時に、そういう音楽こういうふうに構える
方が弾きやすい音楽をやってるからだなっていうふうに、僕の中では結論をつけてます。ということで、まだちょっとご質問いただいてるのにいろいろ答えられてない、ところもあるんですけども、また疑問お悩みありましたらお寄せください。それでは、今回はこれで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。